はい、こんにちは。内山隆の慶応チャンネルの時間です。今日はですね、ちょっと規格外の人間を用意してスパーリングするという、ね、企画をやってみようと思います。まあ本当すごいです。ボディービルダーの方々を呼んでるんで、まあ、ただの本当筋肉だるまですよ、いますんで、ちょっとね呼んでみたいと思います。それではまず最初にジンさん、お願いします。はい、どうぞ。ジンです。ちょっと今日ね、僕ジンさんと手を合わせたことないんで、はい、まあ、どんなものか、どのぐらい強いのかっていうものをね、ちょジンさんと一回今日スパーリングやってみたいと思いますので、ぜひ見てください。内山さん、できればやりたくないんですけど、いやもうちょっとぜひお願いします僕の数字を伸ばしていただいて、よろしくお願いします。で、それですね、もう一人、ボディービルダー兼ユーチューバーやられてるハガセブンさん、どうぞ。来た。はい、どうも、ハガセブンです。すごい体しますね、また。いや、ありがとうございます。やばくないですか、この2人の体規格外ですね。もう俺と倍ぐらい太いですから、滑りにおいて。すごいすごいですね。すごい、やばっ。何すこれ。全然違う。でも高いですよね。高いですか。全然違うでしょ。足がやばいですよ、あれ。ああ、すごいな、この足。本当だ。足は違う。すごいですね。スクワット300キロ上げて。やばっ。スクワット300キロ上げました。ねえ。ボクサーでこういう体ってなかなかやっぱいない。まあいないですね。スタミナが重たいね。筋肉が多すぎると。はい。ちなみにお二人の体重は何キロですか。僕今ちょうど95、96ぐらいですね。同じぐらいです。同じぐらいです。はい。ちなみにジンさんはなんかね、人をもうなんか殴ってそうって、まあ殺せそうなぐらいの感じで。どうですか、スパーリング経験とかもありますか。ちょっとだけやらせて最近いただいてますけど。ああ、そうですか。はい。どうですか、原さんは。僕は腹殴られたことしかないです。あ、そうですか。昔殴られたんですね。さっきの僕の企画ね。おー、硬い。今いいアイテムを使いましたね。ちょっと、近づいてこない。どんなかなかね、見ることのないボディービルダーのボクシングっていうのは多分見ることはほとんどないと思うんですよ。それはね、僕は実際やってみて体験したいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。お願いします。太もも75.5ぐらいですか。ちょっと最近測ってないですけど、70はありますね。すごい。やばいっすね。じゃあ2分間一本勝負でお願いします。2分間一本勝負で、どっちからやりましょうか。じゃあ早く終わらせたいんで。ちょっとね、さすがにね、この体格なんで、僕も危険なんで、今日はね、ヘッドギアをつけさせてもらいますね。はい、はい、お願いします。そうっす。
うっ、うっ、うっ、明日、明日、うっ、うっ、じゃあ次は3分後に行きましょう。怖すぎます。うわ。どうですか、もう見えないところのボディやっぱ効かないですか。やばいです。軽くでも。全然行き止まりますね。見えないところで疲れる効くんですよ。呼吸が。あと自分の攻撃が一切届かないんですよね。まあこれはこう経験なんでしょうね。僕はもうここの距離だったら大丈夫、この距離だったら当たるのはやっぱりパッと把握できるんで。あんな軽くしか、はい、呼吸止まりますよね。なんすかね、パンチが消えるんでどこから飛んでくるか分かんないみたいな。本当怖い、恐怖でしかないですね。しかもやっぱ密投しての疲労感全然違いますよね。ガードしてても打たれますし、打っても打たれますし、何してても打たれるっていう。さあ次はね、危険な匂いを漂してるボディーギルダーです。覚悟を決めてました。よし、行きましょう。お願いします。前に出るのが怖いんですよ。なんだろう。さすがにちょっと初、ボクシング自体が初なんで、さすがにちょっとあまり当てることはできずにしなかったんですけども、どうですかでもやっぱり。怖いです。見てるのとやるのは全然違いますよね。見ても怖い、やっても怖い。見た。前に出るのも怖い。いやなんか前に出なきゃとは思いつつ、出るとボディが待ってたり顔面に飛んできたり、もう何をするに怖いかも、どうしたらいいんだろうみたいな、なんでもうなんかこんな丸まっちゃうんですよね。はいはい、うん、それがなんか反省点でした。反省したところでなとこあるもはや確かに、まあ使うとこないし、反省したら今後ないじゃない。なんすかね、もう見えなくなりますね。そうですね、はい、パパパってやると多分
一発目も見えないと二発目が怖いんですよね。そうですね。だ目つぶっちゃうんですよ、やっぱりこう。目つぶっちゃう。ですよね、確かに。これやっぱ慣れるしかないですね。慣れです。やることによってだん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 パンチショットが、まあパンチっていうのは怖さは手の持ってないとダメなんですよ。はい、怖さないで打たれても打ち返せばいいやって感じの人間は防御が悪くなるんで、はい、結果強くなれないんで、うん、多少怖さは大事なんですけど、いかにもらわないようにっていう風にすることが大事なんで。なるほどっす、ね。はい。じゃ怖さを持ちつつ慣れて、それをしっかり見れるようになる。そうですね。なるほどっす、ね。いやでも今日はなんか僕もこのね、こんだけ筋肉ある人とやるの初めてだったんで、最初はねちょっとね、どんな風になるか怖かったんですけども。うちの子は多分ウォーミングアップにすらなってないですね。ちょうどいいシャドウになりました。影ですね。ちょっと動くサンドバッグになりました。いやでも今日はね楽しい企画できたんで本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さん、ジンさんの方でもね、一緒にボディうちどっちが耐えれるか選手権みたいなのも、はい、載せてますんで、やってますんで、ぜひそちらも見てください。よろしくお願いします。はい、ハワさんの方もなんかあれですか。僕も YouTube やってます。ハワさんは YouTube も、はい、もう多分出ると思うんで、ぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。最近ですね、サブチャンネルも始めましたので、ぜひ皆さん見てください。内山隆のほろ酔いチャンネルって、出てきますので、まあ、本当にただ基本ほとんど飲んでるだけの動画なんですけども、いろんな方と飲んで楽しくやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。